YouTube に上げてみって、だから撮影なんか煙突掃除機がなんか上げてみってことなんで、上げていこうと思います。はい、うちでね薪ストーブをやっておりまして、 YouTube 上げてみと言っておりますので上げていこうと思います。え、あ、その次、え、あー、はいはいはい、あー、どれどれどれ、あ、ボルトでつい、あー、サッとで、なるほど。先端はと言いますとこういう感じ。自作。これが暖炉で怖いのです。こうですね。全部自作です。これ何年、何これ何年ボード、石膏なんこれ、何なんこれ。メガネ石。メガネ石なんこれ。っていう。それはちゃんと通ってくる。暖炉のうんちくを語る人は、大体この生の木は、なんかいかに音がすすが溜まるよとか言うそうですけど、こんなもん自分でそうすればいいないかということらしいです。業者に頼んだらそんなかかんのこれ、掃除。ああ、そうなんや。ちゅうか、そもそもこういうなんかこう、こういうもっとなんていうの、立て付け、しっかりした工法のやつは分解がしにくいんちゃうの、ほんと。分解できるか。なあ。こうやって立て付けで作ったやつで、まあ簡単にバラすように作ったもんな。分解できるように作ってる。確かそこだけ空いたらもうそうやってできるお話だから行けばな。何十万って普通に。なんか童話とかでもあるもんな、煙突掃除のどの子みたいな。つむりつむりで。河川に流れ着いた木やったっけ、何やったっけ、あ、何やった、あのダムの、ダムの、ダムでもらってこれるね、うん、あ、そうなの、よくないの、あー、そっか、腐っとるんか、うん、そうしようかなと思って、よし、また掘っていきまーす、バイバーイ。取れって言われたから取れました。取れと言われたから、今回取れって言われたから取れました。煙突掃除、そうそう、手軽に、手軽にできる、手軽に暖炉楽しみましょうというね、別にき、そうそう、身構えずに、お気軽にやりましょう。掃除さえ嫌だな。火事には気をつけて。五右衛門風呂したいな、五右衛門。見て。なんかうまいこと言ってますけど、聞き取れなかったんで、以上となります。バイバーイ。